イルミネーションディズニーを開催するにあたり、ご協賛をいただきました団体の皆様をご紹介いたします。会場内を彩る光の上にご協賛いただきました横浜泉ロータリークラブ会長道山義弘様、開会式の後に開催される不思議な動物の仮面パレードにご協賛いただきましたオアシス21世紀の会会長小島香織様、この2つの団体を代表して横浜泉ロータリークラブ西山様よりご挨拶をいただきます。はい、ただいま紹介に預かりました横浜泉ロータリークラブの会長をやっております道山でございます。横浜泉ロータリークラブは、地域に密着した奉仕活動を行っております。先週は泉区少年野球連盟と合同で、少年野球教室を、明治学院大学戸塚グラウンドでやってまいりました。また私どもは立場にあります、知的障害者の施設共同社を25年間応援続けてまいっております。今日は、泉区の行政と一緒に、開催できるこの横浜イルミネーション泉を嬉しく思っております。今から時間が経ちますと寒くなると思いますので、私どもは総勢40人がかりで、今おしるこ を作っております。そして、1000人前です。無料で提供いたしますので、向こうの方に用意しておりますから、もう間もなくしたらできると思います。それと、夜暗くなりますと足元も気をつけなきゃいけません。LED のライトも子ども採用に100個ほど用意しております。こうやって、この児童原で一緒になって、やれることを嬉しく思っております。もう一つ、我々横浜泉ロータリークラブはロータリークラブの世界的な組織もございます。国際ロータリーというところでは、ポリオ6月、ポリオといいますといわゆる小児麻痺ですね、これを全世界でなくそうというのに、年間2億ドルぐらいをかけてやっております。あと2カ国、世界で2カ国だけが残っておりますが、そういうものを横浜イルミノータリークラブはその一翼を担っております。今日は、お寒い中でございますが、最後まで、見学よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。本日ご来場いただいている泉区連合自治会町内会長会の皆様をご紹介させていただきます。泉中央連合自治会木南勇会長、泉北部連合自治会新井長尾会長、富士見ヶ丘連合自治会川佐義会長、白百合連合自治会林義弘会長、新橋連合自治会横山和夫会長、上井田団地連合自治会佐野瞳会長、伊調団地連合自治会八木幸男会長、皆様ありがとうございます。スマートイルミネーション泉開催にあたりご協力をいただきました協力団体の皆様をご紹介させていただきます。後方の桜の木に飾り付けてあります光
りの実の制作にご協力をいただきました横浜市立泉小学校様、伊勢山小学校様、谷見田小学校様、中和田小学校様、横浜市幼稚園協会泉支部様、泉区保育園園長会様、泉区地域子育て支援拠点スキップ様、11月28日から12月3日まで弥生台駅北口での光の実の展示にあたり制作にご協力をいただきました横浜市立新橋小学校様、ボランティアとしてご参加いただいております横浜市民クラブ連合会様、富士市女学院大学様、この後17時20分から広報のテントにてお話し会を開催してくださる若山市の泉の会様、開催にあたり広報および弥生台駅での光の実のご展示にご協力をいただきました相模鉄道株式会社様、ご協力をいただきました各団体の皆様ありがとうございました。続きまして本日お越しの議員の皆様を神奈川県議会議員田中真嗣様よりご紹介いただきます。田中議員お願いいたします。皆さんこんばんは。神奈川県会議員の田中真嗣と申します。今月は当番幹事ということでございますので、配置する前に一言、ご紹介をしていきたいと思います。順不同であります、水戸正志、衆議院議員です。梶村充横浜市会議長です。源内正康横浜市会議員です。酒井学ぶ財務副大臣です。松本清さんの秘書でございます。県会議員の松本さんの秘書です。久保さんは今日本でございます。欠席でございます。改めまして田中真嗣であります。今日は本当にご準備をなされた皆さん、またご協力をしていただいた小学生の皆様、本当に、ご苦労様でおめでとうございました。本当に、準備大変だと思うんですけども、こうやって、区民の皆様が憩いの場となるような行事を継続されているということに本当に頭が下がる思いであります。で来年で、泉区も区政30周年ということでございます。30年ということであれば私がちょうど35歳でありますので、まあ、立派な大人でありますし、この泉区もそろそろ大人になってきたのかなという思いでありますけれども、30年となればやはり、毎年恒例とかですね、泉区の伝統とかこういったものが生まれ始める時期だと思います。このスマートイルミネーションもですね、これから末永く泉区の恒例行事として伝統行事となるまで末永くご継続できることをご祈念申し上げて、一言のご挨拶としたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして本日地蔵からの道で踊っている作品を制作されたアーティストアート作品をご紹介させていただきますので、しばらくお待ちください。ここでご来場の皆様にお知らせいたします。スマートイルミネーションを含め開催時間中は地蔵柄の水辺内の街路灯を一部消灯しておりますので、足元に十分お気をつけいただきお楽しみください。また本日の会場内では広報のための写真撮影等を行っておりますことをご了承ください。